でもね、普通にタクシーのうんちゃんも知ってるからね。もういきなり。じゃあ退院。ゾンケンイエラ。大家好，我是加藤鹰。先，性爱帝王金手指加藤鹰来到中天娱乐啦。今年64岁的他隐退10年，重返幕前，难道是复出的节奏吗？みんなに聞かれるんだよね。でも別にそんな見たいかね。俺が復帰するの別にそんな。大したことではないと思うけどね。ただもともとは俺は日本ではもう出ないよね、はい、出ないって決めたので、まあスワグさんとこういうコラボしてるから、まあ台湾だったらまああるかもしれないねみたいなのがもうなんか台湾で出るみたいなこう報道になってるけど、今回はだからその俺が出るとか出ないじゃなく、やっぱり日本にスワグを広めよう。はい、今ダイニングのマーケットは全然弱いから、加藤さんしかできないじゃないですか。まあやろうと思えばぶっちゃけできる、まだ元気はあるんだけど、自分のやりたいこととの兼ね合いで、うん、まあまあでも機会がどこかでこれは出た方がいいかもしれないなと思う時が来れば、まあスワグで出演する可能性はあるかな。50-50で。まあ、見たい人いれば個人的にあの女性にお見せします。お金はいらないよ俺、ワンナイトラブで大丈夫。身为男优界传奇，加藤鹰对日本 AV 现况也十分担忧。まあ今日本はすごく厳しくなったので、俺たち現役時は朝例えば行くと、とりあえず、あただ今日の13時とりあえず顔合わせといてくださいみたいな言って、勝手にコンコンモニとなんかね、こういろんな話とか朝して、はい、今日よろしくお願いしますねみたいなことでやってたんだけど、今これもダメなんですよ。セックスのシーンの時の舞台で初めて一緒になって、おはようございますっていうだけ。コミュニケーション取れないでいきなりセックスしない、大変だよね。大変の方は立てれないじゃないですか。一緒に女の子もそうだよね、気分が盛り上がらないから、うん、どういう人か分かんないし、台本は昔からあるんですよ、 AV って。ただ例えば台本に「タカさんここで指で女の子を3回行かせる」って例えば書いてるするじゃないですか。そうすると監督が「いや3回じゃなく女の子行けたら4回でも5回でも行かしちゃってくださいよ」みたいなことがあったのね昔は。でも今はもう台本に3回って書かれてると4回とか5回やると女の子が「なんか4回も5回も行かされても聞いてない」みたいな、そういう問題がになっちゃうんですよ。だから本当に台本通り台本さんもやらないと、もうあの女優さんが聞いてないよ、台本3回行くって書いてあるのに4回も5回も私行かせて冗談じゃないよみたいな。ほとんど日本の AV だからつまんなくなってくるね。指名はまあ女優さんはできるけど、でも3回に1回とか2回に1回ぐらいかな。薬物やってる、やってるなお前みたいな。今はねいないと思うけど、俺が若い時はいたね。ラリってその屋上から飛び降りちゃったこと。而加藤鹰这次来台与前辅导长内内合体之余，也对台湾产业提出了些建议。性格がいいから売れる。あと実際どのぐらいスケベなのか。那他现在看台湾的这个产业里面，他觉得有哪边是不足的地方吗？日本も結局、1980年代から始まってて、最初はみんながみんな可愛い子とかはやっぱりいなかったっけ昔は。やっぱり今の AV 業界になるまでやっぱり時間がある程度かかってるので、いきなりまだスワグもまだその何年3年ですよね、うん、ぐらいだから、まだやっぱり日本の女優の方がエッチだって言うんだよね。だから台湾の女の子がもっとこうエッチをこう表現できるようになったら、日本の女の子のこう上に行ける可能性は、まあ容姿はすごいみんな可愛いし綺麗だねってみんな言ってますよ、台湾の女優さんの。やっぱり日本の男の子ってタトゥー入ってる女の子ダメなんですよ、苦手なんですよ。ない方が、ない子がどんどん入ってくれれば、もっと日本の男の子たちも台湾の女の子を見てくれると。でも俺
まあ、なんだろう、容姿のレベルは顔とかスタイルはそんな変わらない、うん、日本は今若い子よりもその熟女ブームで30半ばぐらいの、うん、30代35とかその半ばの人たちの方が、うん、若い子は綺麗で可愛いけど、うん、30代の女性の方が絶対エッチだよねっていう、うん、そうそうそう、俺もでもそれは思う。だってセックスって経験しないと分かんないから、うん、もう30代の女の人より10か20歳の女の子の方がエッチってことはないよ。あの偉い名あの年上の女優が88歳いるらしいよね。売れないんだよね。最後请加藤大神来教各位性爱撇步，免费的不仅可惜啦。如果要引起男性心，他会怎么建议？だから恥ずかしがることですよ。だから日本人がなんでそのポルノハブみたいな世界最大のサイトがあって金髪の女性が出てきてもやっぱり向こうの女性ってヘイヘイカモンみたいになるんですかね、向こうは。でも日本人の男の人それだとだから嫌なんだ、ごめんなさいやめてくださいみたいな、そう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 、そういうのがないと。だからそこは同じ東洋人だからそんな変わんないと思うので、だから別にあの自然でいいと思いますよ、そこは。あの台湾の女の子たち。まずはあのあれですよね、自分がどうできるかの前に女の子がしてほしいことをどのぐらい自分ができるかっていうことが大事ですよね。で僕が聞いてる中では日本人より台湾の女の子の方が善意を大切にしてます、おそらく。だからそういう、こう女の子が何を大事に考えてるかっていうのをやっぱり知らないと、ただ自分のペースで一生懸命頑張ってもうまくいかないと思うので。ポルザフィンガーには、あ、だからスクールでとりあえずだから台湾で学校やりたいですよ、学校。まあ、ポルザフィンガーは台湾の学生ですそう。単純になんかやりたいみたいなのを性欲だとしたら、俺はもう37、8ぐらいからないね。性欲があるかないかとチンコを勃起させて射精できるってことは全然関係のないと思う、うん、だって眠たくてもチンチンぐらい立つよね。だから性欲があるとかないとかそんなどうでもいいことなんで、そんな、そう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 、ただ何度も言うけど性欲なくてもセックスはできる。俺の場合は単純にこう脳みその中に1個スイッチがある、それをピッて入れるとできる。今でもね、だから、だから何度も言ってるじゃないですか、やろうと思えばできるんだよ今でも、男優はね。俺が本気出したら誰も勝てないっすよ今でも。